CGS をご覧の皆様、こんにちは。メインキャスターの神谷壮平です。倉山充です。よろしくお願いします。今回は第4話、ペリー誰それというテーマでお送りしたいと思います。なかなかうまく読めないんですけども、はい、ペリー誰それという、はい、この心は、はい、まあ、まずこんな人ですね、はい見たことありますけど、そっから出しますか。え、いやいや、こっちからじゃない、普通こっちからですよね。まあ、ペリー馬鹿しすぎというツッコミがあちこちからあるんですが、はい、かつてこれほどペリーをこき下ろした、ね、はい、番組があったかと、はい、もう日本史上最もペリーをこき下ろした番組っていうのですね、はい、今日までやってきましたね、はい、内なるテーマとして。内なるテーマとして。ペリー悪い人じゃないですよ。悪い人じゃない、いい人で、僕いい人だと思いますよ、はい、結構読んでると、はい、吉田松陰の話もね、はい、そうそう、皆さん知ってます、吉田松陰が船に乗り込んだ時にペリーには直接会ってないんだけれども、その物語から見てたらしいんですよね。吉田松陰が一生懸命アメリカに渡りたいんだって言ってるので、その後ほらアメリカ出てはいけませんから、日本人当時吉田松陰捕まるんですけども、そのあいついいやつだからとか、これから善と有望な若者だから助けてやってくれって言うんですよね、うん、ペリーがね。そう、はい、せっかく幕府と、ね、条約結んだ直後、君をも連れて帰ると国際問題になるから、はい、ごめんね、はい、でしかも幕府にあの手紙書いて、直筆で、ね、はい、もうこの若者を処罰しないでくれみたいな、ね、すごいいい話なんですけど、ね、奉還外交で脅したのなんでそんなことしなきゃいけませんか、ね、不思議ですよ ね、すごい弱腰ですよ ね。ペリーすごいいいやつなんで、いい人ですね。だから外交だからあの、ね、すごい脅したりとかありますけど、はいね、はい、うんうん、でもまあ基本的にはいいやつですよ。そうですね、でも情け容赦なくこき下ろさなきゃいけない、はい、なぜならばマッカーサーがそのペリーの旗を持ってきて、うん、あの日本に降伏をね、はい、あのミズリー号で調印させたっていうですね、うん、誰が悪いってマッカーサーなんですよ、はい、ペリーは悪くないあのペリーの旗っていうのはペリーが当時日本に来た時に船につけてた旗をマッカーサーが持ってきたんですよね。うん、ねえ、本当に悪いやつですね、ダグラス君は。ダグラス君は、うん、ダグラス君に行くまで何週かかりますかね。さあ、結構テンポよく飛ばしたいんですけどね。半年ぐらいかかりそうですね、はい、まだその時にペリーやりましょう。やりましょう、はいはい、まあ、そのペリーが来た頃のアメリカを振り返りたいと思います。アメリカ海軍国じゃない、はい、で、まず何やってたかっていうとインディアン強制移住ですね、はい、もうインディアンっていう名前自体が勝手につけた名前ですね。良いですよね、インドだと間違えてインド人でつけたわけですよね。で、あのチェロキー族を涙の道って言って、はいはい、まあ、強制的に、うん、あのまあ、民族浄化したわけです、はっきり言って、はい、うん、今のアパルトヘイトと一緒ですよ、はい、アパルトヘ、民族浄化をやめてアパルトヘイトしてるのはアメリカ人 の、うん、あの民族政策ですよ、はい、これ知らないでアメリカと仲良くしちゃダメですよ、うん、これ知らないでアメリカ素晴らしい国だって言ったらアメポチになっちゃうんですね、うん、まあ、昔からいますからね、原慶から桜井よし子までその辺問題ありますね。いや、まあ、あの後者の方は私のお世話になってます。そうですか、原慶さんにお世話になってます。原慶さんは大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、お会いしたことありませんか。あ、私もないです、はいはいはい、そうなんです。まあ当時はでもまだアメリカというふうに体裁できてるんですか。一応アメリカ合衆国という、うん、まあ、今の EU みたいなまとまりはあって、はい、で州ごとには、まあ、あの政府があって、はい、だからチェロキー族なんかはアメリカの裁判所を訴えても聞かれるわけがない、はい、みたいですね。じゃあ戦いに回っちゃダメっていうですね、うん、そうですね、うん、だからよくこれと比べて日本人は優しい占領だったって言われるんですけど、はい、そりゃその通りなんだけど、うん、比較の基準が違いすぎるだろう。そうですね、ちょっと比べられないですよね、うん、はい、でも考えてみたらそうですよね。だってアメリカだってインディアンをね、わーっと追いやってもういなくしたわけじゃないですか、うん、オーストラリアだってそうでしょ、原住民いたの全部いなくしちゃって、しかもひどいことに囚人を送り込んで国づくりさせるっていう、うん、ねえ、今大人の国もなんかそんなことやってるらしいですけど ね、うん、昔からの欧米人の真似してるわけですかね。そうなんですね、はい、で、はい、アイルランド移民が大量に来たのはこの時期ですね、はい、でヨーロッパっていうのは不況になったらアメリカに行くっていうのがまあパターンだったんですね、うん、ちね、これなんか典型ですよね、うんうん、だから世界恐慌の時は当の1929年の話ですけど、はい、あの当のアメリカが不況になったんで逃げ場がなくなって大変だったわけですね、はい、うん、でまあ、西の方に行って、まあ、どんどん行ってテキサス併合、オレゴン併合、はい、メキシコと戦ってみたいな、うん、でちょっと地図の方を出していいですか、はい、だからこんな感じで大陸国家なんですよ、東へ東へ。もう一つポイント言うと、うん、この辺り全然開発されてないっていうのは、あの不毛の砂漠地帯なんでいきなりカリフォルニア飛んじゃうんですね、はい、さ、カリフォルニアの方がこの辺りの西の方よりも一番西のカリフォルニアの方が州になるのは早い、うん、開発されるのは早い、
そうですね、しかもね、マニフェストデスティニーだってね、そう、明白なる天命って訳されますね、うん、我々が西へ向かうのは天命だ、うん、みたいですね、殺される人は関係ないですね、そうそうそう、はい、うん、ということですね、はい、はい、で、それで、まあ、一番西のカリフォルニアでゴールドラッシュっていう、はい、ヨハン・ズーターさんの持ってる土地から金が、うん、あの発見されると、はい、まあ、みんなで一斉に入っていって、うん、でそれでまあボロ儲けするわけですよ、はい、でズーターさんはもう家を焼かれ、なんもう身ぐるみ剥がされ、うん、でアメリカ連邦裁に訴えて、うん、あの その通り勝訴の判決を勝ち取ったけれども、はい、何も言うこと聞いてくれない、はい、っていうですね、まあ、アメリカは自由も正義も法もない国だったと、力こそが正義っていう、うん、内部で内ゲバやってるんで外の人間に優しくなんかするはずないと、うん、だからペリーなんて優しい方なんですよこの人それネタの通り持ってきたんです、はい、おっしゃる通りです見透かしました、見透かしました、はいはい、先生この最後アンクルトムの家って小屋っていうのは、あ、ストー夫人っていうですね、はい、一度もアメリカ南部を見たことない人が、はい、北部は自由主義なのに、うん、南部では黒人が奴隷にされてるみたいなですね、はい、もうあることないことないことないこと書きまくったのがアンクルトムの声で、はい、エブラハム・リンカーンっていうですね、はい、プロレスラーじゃなかった、弁護士じゃなかった、はい、その当時は政治家になってた人が、はい、あのそうだ、黒人奴隷を解放しなきゃいけないという建前に使えると思った。あ、今映画やってますね。やってますね。なんか真実の物語だそうですよ。嘘800億の物語今度あれ解説しましょうか。あ、すごいですね。なんかアカデミー賞取ってる。はあ、うん、まあでもそれ高山雅之さんがすでにやってますからねお前の本はあの白人に対する差別意識が足りないと怒られましたけど、いやそういう本じゃないんで、嘘だらけの日米近現代史これはステマではありません、マですはい、いうふうに、まあ、要するに何が言いたいかというと、アメリカはまだまだ海軍国じゃないと、はい、関係ないディスりはまあ気にしないでください、うん、はい、うん、でペリー戻しましょうか、ペリー戻しましょう、はい、ペリー戻しましょう、あ、そこでポイントなんですけれども、はいはい、よくあの太平洋を挟んでアメリカが明白のある天命で、はい、あの西側にやってきて、で日本が邪魔だったんで、はい、もうペリーが来た瞬間からあの戦争になるのは必然だったみたいなですね、はい、いわゆる文明史観っていうのがあるんですね、はい、ありますね、これはいわゆる保守の人も多いんですよ、はい、実は左じゃなくて、はい、それは保守の中の、まあ、気が正しくない、はい、あの言葉になりましたね、はいですね、はいはいはい、じゃあちょっとペリーどうやってきたか、どうやってきたか、え、これペリーって太平洋渡ってます、インド洋の方が来てますね、インド艦隊司令官ですからね、はいはい、インド艦隊の司令官なんですか、ベリーは、はい、ついでに言うと彼は大佐です、あ、大佐、だから平時編成では大佐までしかない、はい、アメリカでは海軍持ってない、はい、あくまで艦隊なの、ね、これ先出す方でしたね、はい、はい、ペリーはインドから来たの、だからインドから来たやつとどうやって太平洋を挟んだ宿命の対決ができるんだ、うん、方向音痴にも程があるだろで、龍馬プロジェクトの皆さんは一直線の道5分で通るところ、ね、ぐるっと回って20分かけて私、ね、あの迷わせた私が言うのもなんですが、はい、そう、先生の自分の事務所に行くのにですね、5分の道に20分歩かされたんですよ、ね、ね、すごかったですねその私が言うのもなんですが、はい、まあ、あのペリー文明史観シリーズ、はい、あの日米対決は必然だった、はい、論者はちょっとこっちの、ね、ね、これ見てください、え、これ太平洋入ってます地図にみたいな話になっちゃうんですね、だからあの勝手な価値観で物言うのはどうぞお好きにしてくださいですけど、はい、あのそういう時でも最低限事実関係で嘘ついちゃダメですよ、うん、だからその歴史学者じゃない人は歴史語るなっていうわけじゃないんですけれども、はい、そんなルールは逆におかしいんですけど、はい、ただ専門家じゃなくて語るときは、だ文明批評とかするときでも最低限事実関係で嘘ついちゃダメっていうお約束がありますからね、はい、なんで太平洋通ってない人と宿命の対決ができるんだ、うん、ね、うん、まだだからここの時は西の果てまで行ってなかったでしょうね、そう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 、ね、うん、はい、だペリー艦隊7隻で、はい、蒸気船が何隻で帆船が何隻でみたいなこと覚えさせられるじゃないですか、はい、しょうもない機関の名前はな、旗艦の名前は何だみたいですね、はい、渡れないですからね太平洋帆船上沈没が怖くて渡れないですからね、はっきり言って、なるほど、でアメリカ大国説っていうのがありますが、はいはい、当時の力関係こうでしたと、超大国はイギリス、はい、で、まあ、ロシア、フランスは、まあ、かなり離された大国、はい、でオランダは弱すぎると、はい、250年の友達ですけどね、うん、で適当な新興国はアメリカなんですよ、はい、うん、というですね、やっぱりこの序列通りですね、イギリス、ロシア、フランス、アメリカ、オランダ、ね、じゃあ江戸幕府は、まあ、最初アメリカ、後にフランスと組もうみたいな、うん、はい、
感じになりますよね。ロシアともね条約結んでますしね。ただ条約は結んでも仲良くしようという勢力は一つもなかったですね。なかったと。あれやっぱり牽制するために結んだ条約なんですかね。そうですね、うん、だからアメリカがほどほどだったっていうことなんですね、うん、だからすごいあのアメリカのことをジョージ・ワシントンから大国だと勘違いしてる人いますけど、はい、まだまだ小国だし、はい、まあ、オランダよりは上ですよねさすがに、うん、なんですが、あのしかも海軍国じゃない、はい、陸軍国だって海軍すら持ってないんですけど、うん、当時何隻ぐらいあったんですかね。まあ合計7隻でもうフル装備みたいな感じですよ。こんなのでも 全勢力を傾けて日本に来てたみたい みたいな感じですよ。ほぼは正確な数字はよくわかんないですけど、まあアメリカは作れるところがすごいところなんでその数字はあんまり意味ないですけど、うん、でも作る気もないですからね。ってことはあれですよね、だからペリーを蹴ってもそんなに大したことはないと。というかイギリスかロシアの2択だったわけじゃないですか、はい、そこでひょいひょいひょいとペリーが来たんで、はい、江戸幕府としてはビッグチャンスっていう、もうラッキーボールなわけです。ラッキーボール、はい、はい、でしかも南北戦争を勝手に起こして消えてくれるわけですよ、はい、奇跡の国ですねファンタジスタペリーとなってましたやっぱり日本は奇跡の国ですね神風だったと。もうペリーさん好きです愛してますみたいな、一応褒めとかないと、はい、いやいい人だと思う。いやしかもペリーの子孫をアメリカの対日担当したりするじゃないですか、はい、民主党政権アメリカの、はい、だからペリーのことを好きになりましょう。はいね、まあ、これくらいディスクらないと好きになっちゃいけない。うん、そうなんです。みんなでペリーを好きになる。今日の結論は、実はペリーに脅された、アメリカに脅されたんじゃなくて、外交の様相を知ってた日本がペリーの方、アメリカの方を選んでたんだと。そういうこと。いうことなんですね。この認識をみんなで改めて持っていきたいということなんですかね。そうですね。はい、みんなペリーを好きになりましょう。はい、あのペリーを好きになるという結論が出たところで次回の予告ですが。次回は井伊直弼と不平等条約というテーマでお送りしたいと思います。では先生、今日もありがとうございました。